私はお前たちにずっと協力してきた。なのにあれだけの力を持ちながらどうして里子を救えないというのか。もういい、よくわかった。この世界が袋小路だということがよくわかった。お前は山奥で焼かれて死ね。お前は睡眠薬で自殺しろ。死ね死ね、みんな死ね。よし、これで二人きりになれた。でもこの次はどうしたら。やばい、考えてなかった。誘惑よ山田、でもどうやって露出。男と付き合ったことないからわかんない。あー、どうしよう。いや、雄一、私は雄一がいい。俺ダンスって言ったらモンキーダンスぐらいしか踊れないぜ。お猿さん、いや、こんな場所で踊るもんじゃないと思うけどな。私こういう場所は不慣れだし、雄一にそばにいてほしい。自分では美味しくできたと思うけど、バルツって熱いでしょ。だからチョコレートがうまく固まらなくて。そうか、あのセンスが種ってわけね。だったら、娘エリザベス、女王の番犬の妻。おや、本日は一人でお散歩でございますか。微量な精霊反応を見かけたので調べてみましたら、思わぬ収穫が転がってございますね。ごきげんよう、スクラップ。何をしておるか、このたわけが。そなたは私の腹心になると言ったであろう。言ったけど。腹心は歩くときは主と手をつなぐものだ。そうなのか。そうなのだ。はあ、何言ってんの。私はもう勝ち組よ。大好きよ。あれ、流行りの挨拶って聞いたんだけど。まさかバイトというのは。悪いか、名前は。浜根鈴葉。年は。18。志望動機は。ブラウン管が好きだから。採用。待て、これは。